新年明けましておめでとうございます。どうもナオチンです。さあ今年もマイクラダンジョンズやっていきますのでよろしくお願いします。さあ新年一発目はタワーです。タワーのタイムアタックやっていきたいと思います。タイムアタック動画出してるんですけども、あれ2日目に出したのよ。タワーが実装されて2日目に出したので41分ぐらいかかってるんですけども、今だいぶ早く行けるようになったんでやってみようと思います。行くぞ。それでは行きましょう。目標タイムは30分ちょっとで行きたいと思います。まあ、特に説明は端折りながら行くと思うんですけど、危ねえ思いっきり食らった思いっきり食らったぞ。一発目からマジか。大丈夫か。まあまあ大丈夫でしょうよ。特にね、死ぬこともなく最近はずっとクリアできているので問題ないと思う。じゃあ、お、いいね。最初のね、ここは結構運が絡む場所があるんで、こういうのが出てきてくれるとすごく嬉しいね。じゃあこれね、下の方の骸骨がたくさんいるところに俺は投げるようにしてます。 HP の高いね、略奪者とかも攻撃してもいいと思うんだけども、俺はここでね一気に倒した方がなんか時間が経たなくていい感じかな。うん、まあまあ TNT 出ることが結構稀だとは思うんだけどね。じゃあ、あと2匹ぐらいか。いや、まだ結構いたな。しゃ、しゃ、OK。とりあえず、これで、1回は、おー、まだあった。終わりだ。順調、順調。では、2回行きましょう。ここで、地雷だね。OK。行くぞ。あ、いたたたたたた、俺が思いっきり食らってるやん。オッケー。じゃあ次はレイズを出た瞬間に消していく。よっしゃ。結構これレイズと雲が鬱陶しいことになるんで、俺はねレイズと雲を極力早めに倒すように、動いていってます。おね、よっしゃ。とにかく俺は早くクリアするよ。よし、次で3回で、雪玉を1つパワーアップさせますね。はい、雪玉がねレベル2になればだいぶ違うもんね。確か3秒に1回ぐらい発射されるのかな。3秒1回ぐらいだったらもう火種がほぼほぼなくなるので、いい感じです。ドラいい感じか。ボン、ボンだ、完璧。次、よっしゃ、はい、行きなさい。2体とも行ったね。だいぶ時間をかけずに行ってるよ。じゃあ敵のね打ち漏らしとかがあるとねすごく時間がもったいないので、それはないように気をつけていこう。あ、でここで雪玉さんだね。ここ若干時間がかかる感じのところだけども、まあ、時間をかけずに行きましょう。あー、まあいいか。ちょっと雪玉が裏目に出ちゃったかな。あぶねえ。はいはい、まあ、HP は回復してもポーションはすぐ回復するんで大丈夫でしょう。はいはいはい、この TNT は俺はねこっち側に使う。ここ、あ、ちょっとなんか来たでしょ。よし、俺はここがね結構敵が多いんでここに投げ込んどきます。よっしゃ、で OK。 なんか出た今の。ああパワーポーションか。美味しいね。パワーポーションは結構ラッキーアイテム。はいはいはい、終わり。うん、まあまあ
特に問題なく来てるね。あと1体ぐらいか。はい、よし。でここで星なき夜にチェンジ。もうね、初期装備でね行くっていう縛りプレイ1回やったけど、あれは地獄だったね。あれは地獄だった。よし、はい、オッケー。もうね、あれはちょっとクリアできる気がしないね。難しすぎて、とにかく難しかった。特に23回ぐらいから難しかった。いや、22回も地獄だったね。難しかったな。でもね、できればクリアしたかったけどね。3回挑戦したけども、もう3回目でちょっと心が折れちゃった無理だ。どうしてもね、あの氷エリアのところで、クリーパーがね突っ込んできてやられるんだよね。どうしてもあそこは難しかった。じゃあ、はい、はい、ナイス。あー、こいつも一緒に倒したと思ったんだけどな。いい。でここが6階か。なんとか順調です。まだ全然7分ぐらいで来てるのでいい感じやね。よっしゃ。あー、TNT ここに取っておくっていう手もあったんだよな。まあいいか。よっしゃ、 OK。 3倍ダメージとかはね、しっかりと使うところで使っていくと速くなるからね。よし、あ、ほんと速い、すごいいい感じ。この辺がね、なんかね、嫌いなんだよね。いや、全然難しくないよ。難しくないんだけども、なんか何にもなさすぎて、嫌いなんだよね。よっしゃ。倒した?さっと倒したってね。はい。で、こことかをね、打ち漏らすとちょっと時間が経つんで、打ち漏らしはないようにいきましょう。終わりでしょ。 OK、 いい感じで装備を変えて商人でパワーを上げちゃいます。はい、 OK。 で次のボスは地雷で、ワンパンしていきます。10回20回はねワンパンで、倒していきます。このワンパンで倒すところね、だいぶ時間がね早くなるんで、これは絶対必要。はい、次11回。あー、ここね、極力サクサク行きたいところ。OK。 今のエンチャントをねつけるところもね時間に入るから、極力早く行かなきゃ。はい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 、いや、あとは頼んだ。よし、オッケー。あと雲軍団。ああ、オッケー、いったでしょ。12回。うん、すごく順調。あ、ここも嫌い。ここ何もないからね何もないところって基本嫌いです。はいはいはい。あ、ゴーレムちゃんがそろそろ終わったよね。大丈夫、想定内です。 OK。 はいはいはい。
多分もう一回、敵が出る頃に復活するんだよな、ゴーレムちゃんが。よし、まあ、できることならば、ゴーレムの HP はしっかり管理していった方がいいのかな。できることなら、でもそれもね、若干の時間がかかるんで、あんまりやりたくはないんだよね。じゃあこっちえらい打ち漏らしとるな。はい、あ、おっと、矢は必要。矢はね、後々すごい必要になってくるので、できる限り集めておきたい。13回、ここで愛のメダルと。ああ、変更はつけてないけどいいか。特に問題ないと思います。じゃあ。うん。おっそ。はい。はい、よいしょ。凍結がほんとね、うっといもんね。よいし。ちょっと地雷とかでダメージも与えていきたいよね。3000ダメージがあるからね。危な。うん、よっしゃ。もうこっち側いないか。うん、この2体で終わりだね。よし、次ゴーレムちょっと HP を元に戻すか。戻しちゃいましょうか。はい、 OK。ちょっと HP 少なすぎるので、ゴーレムの HP を戻してと。うん、アーティファクトをゴーレムのところに入れちゃうと HP が元に戻るので、戻るっていうか一回やられたことになるかな、ゴーレムが。なんですごくお得です。おっと、ああ、もうこいつ嫌なやつ。ここで時間取られたくないんだ。よしよしよし、はい、来て、ラビジャーこっち来て。来ないんかい。よし、 OK、 来た来た来た、いいよ。はいはいはい、風使い倒しに行って。できることなら風使いを倒しに行ってほしかったな。うん、まあまあ仕方ない。はい、終わりや。で、あっちの敵はもういないか。いつも2、3体湧いてるんだけどね、もうすでに落ちちゃってるっぽい。いた、残りだ。次15回行きましょう。行こう。できればね、変更とかつけてれば若干楽にはなるんだけども、時間がもったいないので変更つけずにいってます。もう倒した、ナイス、いいよ、よっしゃ、いいね、いいよ。ああ、のレイスがうっとうしい。オッケー。あとは雲2体と、あっちから3体来るね。そこを愛のメダルで絡め取っておしまいですと。次、うん、ちょうど今半分か、まあ、いい感じじゃないですか。うん、いい感じ、いい感じ。じゃ、はい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 、愛のメダルがね、ほんとこの辺大活躍しだすんで、いいよね。おっしゃ、いいよ。うん、ここ打ってほしいな。ありがとう、落ちてくれてありがとう。で、こいつらね、まだいた。よし、はい、次
ここでミステリーに変えます。なんだ、おお、ポーションクールダウンマイナス 40%、 いいね、いいやつがついてるよ。でもまあいいやつついてても途中で変えちゃうんだけどね、もったいないよね、めちゃくちゃもったいない。よし、 OK、 ナイス。お前嫌いだっつーの、危ねえ危ねえ。じゃあゴーレムね、最初に出してもいいっちゃいいんだけども、ちょっとねリスキーなんだよね。俺はこっちの方でゴーレムちゃんは出していった方がいいかなと思います。 OK、 まあ出しもしなかったけど、クリアです。18回だね、今のところ問題もなくクリアしていってます。次、あ、ここもよし、ちょ、ゴーレムは出さない方、あ、いや、後で出していいかな、後で出す。最初のうちは俺あんまり出したくないんだよね、ここって。いきます、はい、倒した、消えるな多分。おお、ちょうどぴったりでしたね。でこっからゴーレムちゃんを連れて、あーぶねー、愛のメダルがまだ回復してなかった。いけ雲たちよ、 OK、 倒した。何、まだいる、レースがいるんでしょう。おお、まさかちょっと打ち漏らしがあるとは思わなかったね。はい、次、あそこ、うん、森を取ってもなんか面白そうな気はするけどね。うん、でも弱いか、森取ったところで弱いな。はい、20回いくよ。20回も地雷を使ってサクッと倒しちゃいます。すごい、まだ20分経ってないね。いい、いい感じ、いい感じ。ここだ、完璧。はい、次に行きましょう。よし、ちょっとテープ交換じゃないけども、一回動画を切りました。やっぱね、ずっと続けてやってると調子が悪くなってくるので、いくぞ。ここでね、ちょっと投げ込んじゃいましょうか。あっちに行け、 OK、 いい感じ。よし、危なっ、ああ俺のゴーレムちゃんがやられちゃってるよ。オッケー、ここら辺からね、ほんと吸血がね超役に立つようになってきます。はいはいはい、オッケー、いいね、いいよ。こっちにはいないかい、いないね。あとこいつらで終わりか。よし、あ、ちょっと待って、矢が出たでしょ矢は取っていきたい、矢は取っていきたいんだ。うーん、あとあとね、すごく重要になってくるんで、矢は取りたい。よし、ミステリーおさらばです。結構いいやつだったんだけどね、おさらばしときましょう。はいはいはい、こっちおいで。よいし、ちょっと待って、お前ちょっとどいてどいちゃってくださいよ。はい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 、そこら辺で大暴れして、大暴れしてきてよ。はいはいはい、でここに出てきますからね、倒していく。でこっちからも来る、もう慣れたね本当に。でこいつを倒した後に
愛のメダル回復するから出陣じゃ。あ、それまで。おっとい。よいしゃ。おー、ナイス。いい感じにゴーレムちゃんが戦っててくれた。おっと、やった。やったぞ。結構矢が今回多いね。矢が多めの時はね、ほんと嬉しい。よいし、終わり。170本か。まあ悪くないね。あとあとね、ちょっと、エンダーマン倒すときに、結構使うんで、あっ!ここは危ないからね、気をつけてね。ここで、落石で死ぬ人ってやっぱりいるんだね。お、俺もね、たまに死ぬんだ、これ。落石に当たって。落石マジ勘弁してほしいんだよね、これ。よし、オッケー。愛のメダルはね、俺まだ取ってる。で、ここで使う。この3体。ああ、最初の方を使うと、あの、エンダーマイトも巻き込んでね、あの、服従させてしまうから、後で使った方が俺はね、いいかなと思った。ああ、時間短縮になるしね。ほい!エンダーマンはちなみに、この地雷一発では倒せますね。よし、オッケーオッケー、いいよ、いい感じ。うん、ゴーレムちゃんがね、やっぱり HP がだいぶ上がるからいいんだわ。じゃあ、おお、いいところでパワーポーション出てきてくれるね。むちゃくちゃいい感じ。はい、いけお前たち。はいはいはい、こっからはもう早いよ。はい、倒した。落石だけ注意だね。ここ本当に落石注意、ワンパンで死ぬから。よし、ここだな。あの、装備変更禁止できたら、ここがマジで地獄だった。ここは本当にね、どうやるんだって思う。よし、オーケー。おー、ゴーレムちゃん、本当、よく耐えてくれたね。あ、嘘、え、え、俺、使ったよ、俺。ポーションバリア使ったって、もう。もう最悪やん。使ったはずなんだけどな。なんか使えてない。なんだろうね、まあ、若干の、この、なんだろう、自分が凍ってて、ラグがあったりしたのかな。いやー、ちょっと時間がさ、ロスしちゃったわな。こっち倒した?倒したね。はいはいはい、ゴー。よし。よし、あんまり焦らず行きましょう。なんか若干やばい感じになったりするんで。こっちの奥にはいない?あ、いた、やっぱりいた。ここね、打ち漏らすことが多いんだ。で、あとは上に1体ぐらいいておしまいでしょ。いや、いないぞ。あ、お前か、お前かよ。端っこの方にいたね。あー、ちょっと時間ロスしたけども、もうまあまあいいよ、まあいいです。で、ここは俺ね、もうこっちガストの方から倒しに行ってるの方がね、断然早いわ。じゃあ、はい、終わり。ガストがね、やっぱり一番鬱陶しいんで、最初にね、ポーションバリアで突っ込むようにしてます。そうすると雑魚敵もね、少なめなんで、そんなに邪魔をされなくていい感じ。うん、本当に。で、エンダーマンはもう1対1になってしまえば、あとは矢をね、ガシガシ打っていって倒せるんで、エンダーマンは特に問題なし。しゃ、行け。どこいる、エンダーマン。あ、いたいたいた。はい、オッケー。はい、危ない。うっとうしい、お前。はい、
あと一発頼り。もういないよね。たまにね、なんか一体だけいたりとかするからね。うん、いなさそうね。オッケー。音でわかるんだけど、撮影中ね、音はね、極力消してるのよ。じゃないと、ちょっとマイクにも入って、なんか変な感じになってしまうので、音はね、若干、ちっちゃーくしてる。うん、なんでね、扉が開いた音とかは、聞こえてないです。うん。聞こえればね、もっといいんだけどね。はい、雲出てきて。はい。んで、ここで、リッチを倒すと。早く来て。よし。オッケー、次。26回か。もうちょいだね。OK。いけ。いい感じ、いい感じ。ちょっとどいて。どいてくれ。OK。レイスいない？なんかそこで打ち漏らすことがね、あるね。やっぱりいた。OK。レイスいると思ったんだ。はいはい、行け、行こう。はいはいはい、あとレイスが1体ぐらいいるか。あぶね、蜂が今倒しに行ってくれたね。ナイス、いいよ、ナイス蜂。27回、27、28、あと2回か。 OKOK、 いきましょう。あー、ここはちょっとポーションバリアが若干欲しいかな。いいか、いける。おっしゃー。あそこボリッと減る時があるから、ここのとこだけちょっと注意かな。なんかラグいよ、なんかラグくなった。おっしゃ、はい、で突っ込んでいきましょう。はいはい、うん、いけ、ナイス、危ねえ、死ぬとこだった。問題なし。で次行くぞ。ちょうど来て、ちょうど来て、よし、ナイス、いい感じ。はい、問題なし、いきますよ。よっしゃ、はい、終わり。はい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 、よいしょ、よし。矢が16本か。若干少ねえな。いいか。うん。最後のボスの時に若干使うぐらいだから。まあいいでしょう。うん。ないならないでなんとかなるんで。いいかな。ここを、極力矢を使わないように、クリアしていければ、いいよね。で、エンダーマイト、お前も挟まるなよ。はいはいはい、待て待て待て、あれ上に行くとゴーレムちゃん死んじゃうからね。死なないでゴーレムちゃん。よし、行け。ちょっと、うん、大丈夫か。回復するよね。矢がないとちょっとなんか動きが変わってくるな。よし、オッケー。あ、やった。いくぞ。よし。オッケー。矢があるとここは全然早い。よいしょ。あとお前だ。
終わり。じゃあ、パワーアップさせてボスですね。ゴーレムの HP が若干少ないので、ゴーレムを一回元に戻しておきましょう。まあまあまあ30分ちょっとか、今のところ30分ちょい悪くはないね。出たねエンチャントポイントがここちょっとバグることあるもんね。なんで事前に使っとかないとちょっともったいない感じになるんで、そこ注意だよね。本当はこう虚無の矢がもう3とかになってるはずだけども、エンチャントポイントが若干足りなくてこんな感じになってます。ちょっと残念。はい、よいしょ。 OK。 もういない、いないか。 OK、 いくぞ。ゴーレムの HP もまだ全然あるね。よし、バカ野郎、なんてことすんだお前。まああれ HP 吸収にちょうどいいんだけどね。あれはあれを叩いて吸血で回復していくっていう、すごくやりやすくなるじゃなるんだけども、今日はちょっとタイムアタックだから早めに倒したい。よし、よし、ちょっと待って、ゴリさんいる？ OK、 ゴーレムもやられてるな。大丈夫、俺がやられることはない。危ない、よっしゃー、あとお前だ。はい、倒した。はい、終わりでーす。結構早かったんじゃない？なんだ、微妙じゃねえか、微妙だな。今年一発目、ものすごい微妙です。まあツタの無知あればがいいかな。衝撃波と旋風輝きでダメージはそこそこ出せると思うね。輝きまでついてるんで回復もできる。まあまあツタの無知が一番いいでしょう。はい、はい、ということでタイムアタックやってみました。30分ちょっとだったね。30分切れるかなと思ったんだけども、まあたとえあそこでやられなくても30分以上はかかってたな。なかなか30分切るのは難しいところです。はい、ということで今年も1年よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。